はい、浜北湖のね、第二駐車場に来てます。やっぱり今日はすごいですね、茂ってますね。車もですね、非常に多いですね。ではちょっと風から行ってきます。今日はね、いつもとはね、逆回りで、行ってみたいと思います。おお、水が豊富ですね。この先行灯じゃないかな、登山してますね。いやーもうね、虫が鬱陶しくてね、もう首の周りに飛び回るんですよ。ここはいつも下りで使ってるところですね。もう虫がね、鬱陶しくて耐えられません。はい、道路が見えてきました。いやー虫が嫌だ。はい、道路です。800m しか来てないのか。もう一回いいかな。と思うねから鎌北湖の方に、道だと思う方に入りました。いやー一回登って今降り始めました。あと下りかな。はい、そんな感じです。物見山のね、一つ手前のね、尾根ルートに来ちゃいましたね。間違えましたね。仕方ないです。もう帰ります。もう虫を少し眺めのいいところに出ました。すごい雲の巣だな。いやここへ行ってきました。道がね、完全にやぶこぎですよ。ここなんか出るのかな。よいしょ。本当にあれ行けないの。どこだっけ。あれ道が見つかんないよね。こっちだったと思うんだよな。うわないな。向こうか。ここはね、深くて入れないんでね、撤退します。どうしよう。いやー、クモの巣と虫が。いやー、大変です。あー、またクモの巣かぶっちゃって。うわー、下るな。ね、いつも上りで使ってるところをね、今ね、下りで使っています。このままね、鎌北湖へ乗り、道に出れればいいんですけどね。うわー、クモの巣が。ちょっと見えてるんですけどね。ふぅ。暑い。昨日は30度ぐらいなんですけどね。ああ、ちょっと見えてきましたね。いつものね、見晴らしのいいところですね。今日の展望はどうでしょう。わお。行きました。今日はね、こっちから帰ります。はい、ちょっとアングルが違いますけどね、まあ、基本的には一緒です。こちらは東側が見えるかな。もうすぐ、うわ、暑いな。ここはダメだ。こりゃ、はあ、ここでね、直射日光でね、暑いですね。うわ、すごい都心のいるんだ。あ、ここ急だね。こんな感じだったかな。おっとおっと、下っています。ここ、こんなとこだったっけ。こういう道がね、続いてますね。あの下ったとこから、うわ、クモス。はあ、暑いのところに出ました。よかった。これは帰れますね。レイクサイドホテルのとこが見えますね。いや、綺麗ですね。いつもの色彩の丘公園と続きですね。ああ、今日物見山行けませんでした。あとはね、この公園のような道を下るだけです。お、そこにも吾妻山があります。